川市国政中学校のいじめ隠蔽事件に対して亡くなられた被害者の死を無駄にせず、今後二度と同じことがないように対応と改善を求めます。一つ、これまでの職務怠慢を遺族に謝罪せよ。一つ、警察などの関係機関と密接に連携し、第三者委員会の調査を速やかに開始せよ。一つ、真相の解明に努め、遺族や保護者、国民に対し責任説明を果たすよう要請する。一つ、北西中学校の元校長、教頭、教職員の辞職、または教員免許の剥奪を要請する。一つ、市役所と教育委員会の職務怠慢な対応を徹底して、改善と教育をせよ。一つ、市長は旭川市民に対して信用を取り戻し、速やかに今回の調査を求めることを要求いたします。後期2611年5月24日、政治結社、神風青年会の以上。ありがとうございました。本日もやってきました。この度ですね、テレビ等でさやちゃんの肉声の声が公開されました。本当にですね、さやちゃんは将来の夢、検事になりたいとか法務省入りたいとか、そういう崇高な使命、夢を抱いておりました。しかしながらこのいじめによって亡くなった、本当に、痛ましい限りでございます。それに対し、教職員は何も真実を語らない、そして責任を取らない、いじめを未然に防がないといけない、そして起きた時にきちんと指導する、そういったこともしないで、で起きちゃったこの問題に対して何ら真実を語らないで誰も責任を取らない、もう無責任としか言いようがありません。でその当事者であるのが教頭でございます。なので、教頭は加害者の未来の方が大切だと、被害者の未来と加害者の未来を天秤にかけ、優生指導そのもの、恐ろしい限りです。なのでそういったね、教職に就くべきではないような人物が未だについているということは大問題だと思っておりますので、抗議したいと思います。おはようございます。さやちゃんの声、肉声公開されましたよね。何とも思わないですか？教員として何とも思わないですか？真実は出してくださいよ。責任を取りになったらどうですか？恥を知りなさい。おはようございます。真実はなしてくださいね。責任を取ってくださいね。逃げないでくださいね。一人の少女の命を失わせたんですよ。加害者の方が大切なんですか？人の命は平等でしょう。おはようございます。真実はなしてくださいね。責任を取ってくださいね。逃げないでくださいね。一人の少女の命を失わせたんですよ。加害者の方が大切なんですか？人の命は平等でしょう。はい、中山教頭、今出勤してきました。我々の切実な声を聞くことなく、国民の声を聞くことなく、すがすがしい表情で、学校に出勤してきました。一人の少女の命を失わせていながら平然と教壇に立つ、教職に就く、ありえませんね。おはようございます。真実はなしてくださいね。責任を取ってくださいね。おはようございます。逃げたらダメですよ。一人の命を失われたんですよ。加害者の方が大切なんですか？命は平等でしょう。おはようございます。真実は出してくださいね。逃げたらダメですよ。逃げるんですか？情けないね。
逃げるんですか。恥を知りなさい、恥を。おはようございます。真実は話してくださいね。責任を取ってくださいね。おはようございます。逃げたらダメですよ。一人の命を失われたんですよ。加害者の方が大切なんですか。命は平等でしょう。はい、というですね、テレビ局の方で、さあやちゃんの肉声、公開されました。そして遺族の方も思いをもうメディアの方で発表していただきました。にもかかわらず中山教頭は何とも思っていない、何とも思っていないから説明責任を果たさない、そして真実を語らない、真相を明らかにしない、そして責任を取らない、まさに子どもの命よりも自らの立場保身を優先させる、このような管理職そして教員に何ができるんでしょうか。何を子どもたちに教えるんでしょうか。我々はしっかりと子どもたちのためにも、このように自分の保身のことしか考えないような教員は追放しなければなりません。学校というものは子どもたちの健全な育成、善悪の区別を教える場でございます。そして命を守る場でございます。にもかかわらず加害者の方が大切だ、加害者と被害者の未来どっちが大切だと優生思想そのものであります。命の重さに上も下もありません。それを選別できるような、そのような教員が学校現場にいるっていうのは非常に恐ろしいです。このような優生思想のあるような教員は誰一人存在してはなりません。なのでぜひともですね、この問題を絶対に風化させない、この旭川いじめ事件、これはもう教員の職務怠慢としか言いようがありません。いじめの内容、これを LINE で確認しておきながら、 LINE で記されたその文章を確認しておきながら、いじめはなかったと嘘の報告をする、そしてお母さんに対して加害者の未来の方が大切だ、日本のためになるんだ、よく言えますね。非常に怒りを覚えます。このような問題を是正するためにはしっかりと真実を話させる、公に対して話させる、そして責任を取っていただく、これしかありません。二度とこのようないじめの隠蔽を二度と起こさせないためにもしっかりとけじめをつける、真実を明らかにし罰を与える、これをしなければ今回亡くなられた女の子は報われません。そして全国に今なおいじめの被害で苦しんでいる方々が報われません。そしてこれから学校現場に大切な大切なお子さんを預ける親御さん、不安でしょうがありません。そして当事者である子どもたちも誰を信用したらいいのか、何を信じたらいいのか、それも分かりません。こんな教育現場の異常事態、非常事態宣言です。教育現場に対して非常事態宣言を出したいぐらいの異常事態がここ旭川で起きている、この現状を皆さんに知っていただきたい。ぜひともこの問題を風化させてはならない、まだ決着がついていない、誰も責任を取っていない、そして加害者を擁護し、そして被害者を愚弄する、ないがしろにする、そうした教頭がこの北西中学校に未だに在籍している、この問題をしっかりと我々は追及しなければならない、問題意識を持たなければならない、そう思っております。ぜひともこの問題を忘れないでください。まだ終わっていません。皆さんがどん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 情報発信をし、そして風化させないよう行うことが、この北西中学校の問題解決、そして真相究明、再発防止、それにつながるわけでございます。絶対に風化させないようご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。令和の時代から悪徳教員をバツバツ。ここにいるの分かってるよ。今年3月、旭川の公園で遺体で見つかった中学2年の広瀬爽彩さん。
行方不明になる3ヶ月前、いじめについて告白する映像が残されていました。これからサーヤさんの育成が出てきます。彼女に何が起きたのかを考える上で貴重な映像のため、遺族の了承を得て放送します。今年3月、旭川の公園で遺体で見つかった広瀬爽彩さん、14歳。爽彩さんは中学1年生だった一昨年6月、市内の川に飛び込み保護されました。遺族の代理人によりますと、その後爽彩さんに関する性的な画像が上級生や他の学校の生徒たちに共有されていたことが分かったといいます。警察は少年1人を触法少年として厳重注意していました。爽彩さんは一昨年8月、旭川市内の別の中学校に転校しました。そして今年2月、突然行方が分からなくなり、1ヶ月後に遺体で発見されました。あ、はじめまして、あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。これは行方が分からなくなる3ヶ月前の去年11月にインターネットでライブ配信された動画です。20代の男性配信者が視聴者の相談に乗るという内容で、爽彩さんがいじめについて告白していました。いじめを受けてたんですけど、そのいじめの内容が結構きつくて、自分の方でなかなか納得がいかないっていうか、処理できないっていう気持ちになってしまってて、でそれでなんか内容を、まあ、すごい簡単に内容を説明しますと、まず先輩からいじめられてたんですよ。で先輩にいろんなものをおごったりとか、ちょっと変態チックなこともやらされたりとかもしたんですけど、それでそういうのにトラウマがあっても学校自体に行けなくなってしまって、そうで学校に行くためにはどうしたらいいんだろうって考えた時に何も自分じゃ思いつかなくて、で今学校側もいじめを隠蔽しようとしていて、前の、まあ、そうだよね、今の時代は。そう旭川市教育委員会によりますと、爽彩さんが転校した次の月には爽彩さんの保護者と代理人が同席し、いじめをしたとされる生徒とその保護者と話し合いをしています。しかし動画では爽彩さんは転校後もなかなか学校に行けないと悩みを打ち明けていました。人が怖い、人と話せるのも苦手だし、人に迷惑かけるのも怖いし、みたいな感じになってしまっていて、人に迷惑かけることとかがいけないことだって思ってる節が私の中であって、でそれはまあそうなんですけど、迷惑かけてもいいだろ別に。それがなんか怒られるんですよ。誰に？周りのネットの方だったりお母さんだったりとか、まあ、たまにお母さんは通話の内容を聞いているので、まあそれもあるかなって。別に何だろう、なんでそんな怒られるの嫌かんの？失敗するのが怖くて。失敗しなきゃ成長しないのも分かってるんですけど、なんか失敗したらさ、もうなんかそれで終わりじゃないじゃん。そうなんでしょうね、いろんな人から言われる。私自身すごいメンタル状況が不安定で、それでなんか学校に行くと 1,2 時間でギブアップしちゃうんですよ基本的に。でも自分の気持ちはそうなんですけど、だけどなんかみんなには期待されるみたいな、それがちょっと怖くて。みんなになんで期待されるの？わからないけど、多分元々ができたからじゃないかな。動画の中では自分が描いた絵を褒められて喜ぶ様子もありました。え、これ本当に自分で描いたの？そうです。これはなんか自分のちゃんとした世界観を持ってる人だよね、これ。
ありがとうございます。私は好きなことっていうか得意なことを伸ばして仕事にできたら一番楽しいだろうなって思います。でしょ。とりあえず、はい、絵はずっと描き続けておいた方がいいと思う。わかりました、ありがとう。それは参考にさせていただきます。いや、なんかあの褒めてくれるからちょっと調子乗ってる。え、素直にそういうところ言うんだね。褒めてくれるから調子乗ってるとか言って、いや普通に褒めるよ。いや、なんかね、勉強とかよりも、はい、大切なことがこの子にはありそうな気がするわ。相談をしてある程度はすっきりできたというサーヤさん。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい。同じ時期、サーヤさんは別の SOS も出していました。今年3月、旭川の公園で遺体で見つかった広瀬サーヤさん14歳。遺体で発見される4ヶ月前、旭川市内の民間相談室に電話していました。はい、キラキラ星ですって言った時もしばらく黙ってた。しばらくしてたら、そのしっていう感じで、相談ですかって言ったら、そうですって言われたので、だからかなり悩んで電話をよこしたんじゃないかなとは思いました。どんないじめですかって言われたら泣き出しちゃって、それでしばらく待ってたんですよね。で、ひくひく言いながら拡散されたって。村岡敦子さんはサーヤさんにまた連絡をしてほしいと声をかけましたが、サーヤさんから電話が来ることはありませんでした。村岡さんによりますと、過去5年間でキラキラ星が受けたいじめや不登校に関する相談は1518件。相談した子どもが通う旭川市内の小中学校に329回にわたって情報提供を行い、教職員との面談を申し入れましたが、会って話ができたのはわずか8回のみでした。しかし旭川市教育委員会は市内の小中学校に聞き取りをした結果、キラキラ星から情報提供を受けた記録が残る学校はなかったとしています。各学校においていじめと認知した事案などにつきましては、教育委員会に報告する必要がございまして、その際に関係機関や団体等、学校外部との連携状況等についても学校の対応の経緯として報告をいただくことになりますが、当該の民間の相談室との連携状況については各学校からの報告においては把握をしていないことでございます。問題はこれだと、結局学校の教育委員会もこれらの問題に聞く耳を持っていなかったということではありませんか。児童生徒本人や保護者、関係機関以外の第三者から情報提供が寄せられた場合については、当該の第三者に児童生徒の個人情報を伝えることは難しく、慎重に対処しなければならないことが、当該の民間の相談室と学校との円滑な連携が難しい要因の一つであるというふうに考えております。旭川市教委はその後連携体制を見直し、キラキラ星からの情報提供窓口を市教委に一本化しました。子ども自身が困り感を持ってどこかに相談したいっていう場所が旭川の場合ないんですよ。夜すごく遅いか、朝、親が出勤したとか、誰も家の中にいないとかっていう時にかかってくるので、市役所のその業務時間内に電話かけてくるっていうのはほぼほぼないんですよね。何かこういう相談したり協力し合いたいっていう問題が起きた時はもうシャットアウトなんですよね。
その体質が学校が教育現場で変わらない限り、学校の中で隠蔽されちゃって、それが当たり前になってしまう。いじめの有無について旭川市教委は第三者委員会を設置し調査をしていますが、調査結果をまとめる時期はまだ決まっていません。広瀬爽彩さんのお母さんからのコメントです。勉強大好きな爽彩は将来法務省に入りたいという夢を持っていました。法務省がダメなら検察官になる。爽彩は目を輝かせながら将来の夢を話してくれました。法律に興味があったようで、それからもいろいろ考えて検察官を目指すことになりました。その夢を実現するため、爽彩は進学先のことも考えながら勉強に取り組もうとしていました。しかし辛い体験をする中で、爽彩の将来への希望は絶望に変わってしまいました。検察官を目指し将来の夢を描いていた爽彩をまるで別人のようにしてしまったのは何だったのか、その真相を一刻も早く知りたいと願っています。道はいじめで困っている、学校に行けないなど子どもの悩みを24時間受け付ける電話窓口を開いています。子ども相談支援センター、電話番号は0120-388-256 です。お金はかかりません。保護者の方からの相談も受け付けています。相談をしてください。旭川市に対し抗議会見を行っております。
勇ましい出来事をいじめではないと言い切った当時の校長は、天下りながらもまだ教育の現場に立ち、被害者の母親に加害者にも未来であると言い放った教頭を、デートを優先させいい加減な対応をし、被害者の未来を奪った女教師は異動も辞職もなく、未だ北西中学校におります。教えるはずの教育の場でなぜこのようなことが起きてしまったのか、説明する道義的責任がございます。なぜ救うことができなかったのか、そしてなぜそれを隠蔽しようとしたのか、国民に真実をきちんと説明するべきであります。人権、命の尊さ、善悪の区別を教えるはずの学校が、あろうことが人権侵害であるこの事件の隠蔽を行い、教育委員会は本来どれに対し是正を促し指導しなければならない立場でありながら、学校を擁護し隠蔽に加担しました。そのような学校は子供たちの命を守れない教職員は、どっかく辞職せよ、辞職せよ。よしきある旭川市民の皆様、大音響で大変お騒がせしております。我々は民主主義を持って国家活動を行う愛国団体政治結社神風青年会代表有絶隊であります。本日は皆様もご存知かと思いますが、北西中学校で起きましたがいじめ隠蔽事件につきまして、教育委員会頼みに北西中学校、また旭川市に対し抗議会見を行っております。あの忙しい実行をいじめではないと言い切った当時の本当は、甘くなりながらまだ教育の現場に立つ被害者の母親に、被害者にも未来がなんと言い放った教頭、生徒を優先させいい加減な対応をし、被害者の未来を奪ったこんな教師は、移動もまだ法廷中の通りをなす旭川市公務員会なるみに、法廷中の法は本来大切な教えるはずの教育の場で、なんでこのようなことが起きてしまったのか、説明する道義的責任が訴えます。